静岡県浜松市北区稲佐潮流部下寺の墓所、鈴木十字。A62 年2月5日は、戦国時代の武将。三河鈴木志手典刑。鈴木重勝の子。鈴木重義の父。通称、サブロー大部。性質は、奥山あさりの娘。A63 年、桶狭間の戦いに、父と今川側で参戦する。A61 年。 演習への信仰を拡作する徳川家康に加担した娘婿、菅沼忠久から今川離藩の誘いを受け、承諾。これに近藤康史も加わった三人が、飯野屋三人衆と呼ばれることとなる。その家康による演習制圧戦は、同11年末から行われ、徳川軍は演習で越年。引間城攻略を最優先としていたため、 浜名湖沿岸の諸城攻略が後回しとなっていた。同十二年、家康の加盟を受けて、堀江城を攻めた。だが、首相、大沢はじめだね率いる城兵は、行き盛んで、なかなか抜けない。そればかりか、城型による反撃を許し、停滞損害を少なからず受けた。この時、近藤康潮の子、昇助と競い城門にたどり着いた、サブロー大武十字は、 白型の攻撃を受けて命を落とした。一説に42歳と伝える。戒名は、報復因伝、清照順行大前城門。この重ねは、いい直政に付けられた。ありがとうございます。